ました。ちょっとタイムラグがあるんですね。どうぞ、はい、こんばんは皆さん、バーチャルアートブックフェアの、トークイベントです。今日は、ポストボトをテーマにしまして、議論したいなと思ってるんですね。まあ、ポストボトっていう言い方そのものがまだ定着してないので、まあ、その聞いてくださってる方々もキョトンとするかもしれませんが、まあ、いわゆる、写真、今までの写真の歴史がそのなんてあるとすると、まあ、今からのなんて写真の歴史というか、なんていうか写真以降、いわゆるアナログ以降の写真っていうふうなニュアンスでポストボトンっていうふうに言ってると思うんですけど、で今日は、3人で議論したいと思ってるんですけど、紹介します。川島隆君です。川島と申します。よろしくお願いします。田田由紀さんです。田田です。よろしくお願いします。はい。お二人は非常に野心的な作品を作ってらっしゃって、今日のトークにふさわしい人かなというふうに思いましたので、お二人に何とか来ていただくというような形にしました。はい、そんな感じでしょうか。はい、ちょっと堅苦しいスタートにしておりますが、当然ですね。で、今日は長丁場なんですよね。意外と長いですから、それでいろんなことを聞いたり喋ったりしたいなと思うんですね。それで、なんてポストボトっていうのは、大体ニュアンスは分かると思うんですけど、はい、ね、正式な定義にはなかなかなってない言葉と思うんですよね。だからフォトグラフィックイメージとか、ハイパッパーオブジェクトとかイメージオブジェクトとかいろんな言い方してるわけですね。だから普通だったらアナログの写真からなんかデジタルへの写真で、いわゆるデジタルになったらポストフォトと思いがちだけど、そんな簡単な話でもなく、だからもうちょっと言うと、そのリアルとバーチャルのなんていうかな、ある意味では区別がつかなくなったような世界観、社会観っていうことが前提になっていて生まれてきてるものだ考えてもいいと思うんですね。だからこんなものは写真じゃないじゃないかっていうようなものを写真家と一応名乗っている人が、ね、お前も写真家じゃないじゃないかっていう作品を作ってる人が写真家っていうふうに言って作品を作ったりしているっていうふうな状況があって、スリリングだけれどもある意味ではみんな混乱してしまうっていうような状況、状態っていうかな、そういう感じだと思うんですよね。そういう中で、今回と思ってて、で、東京ブロークンミラーズっていう、プロジェクトを僕が考え出して、それで、川田さんも、川島君もそれで参加していただいて、そのネオ東京人っていうプロジェクトなんですけど、僕がこれ考えたのは、つまり例えば写真家は写真機だけで写真を作るのだろうかということっていうのは非常に思うんですね。だから高性能な出力機マシンみたいなものも、一つのツール、いわゆるプリントっていうかフォトグラフィックイメージっていうものを作り出す重要なツールになっているっていうふうなことだと思うんですよね。で、そういうことをいろいろしたくて、お二人も誘って、他にはですね、横田君とか小林健太君とか、水木瑠衣君とか、その梅沢秀樹君たちもいて、全体で6人のプロジェクトで、やってるんですけども、で、そういうことのいわゆる経験も含めていろいろお話を伺えたらなというふうに思うんですよね。それで、例えば、お二人はその学校でも写真を教えている、写真という言い方が非常にまた難しいけれども、そのいわゆる映像というか写真機を使って現代美術を作ると言ってもいいかもしれないし、そういうことを一番先鋭にやっている先生でもあるわけです、二人とも。でそういう時に、例えばの写真っていうのはこう変わってきてさ、違う考え方もあって現代美術もあってっていうのをどういうふうに生徒に説明したりしてますか。説明ですね。そうね、指導っていうか。
はあはあ、まあ、あの、まあ、僕の学校の場合には、やっぱりすごいこう、まあ、東京工芸大学という、まあ、大学なんですけども、あの、まあ、すごく歴史が、写真の学校としての歴史がすごく長いので、まあ、なんかまずはすごくこうしっかりこう王道的な写真から指導していって、まあ、ザ写真的なものから指導していって、まあ、そこからそのどこまでを写真とするかっていうところが多分うちの大学の場合は普通の大学より多分かなり広いと思うんですよね。で、まあ、それがあのちゃんと理にかなっていれば、もしくは本人が写真だとちゃんと認識していれば、その写真っていうそのメディア自体の特徴とかそういうところをちゃんと認識して選択していれば、それが写真である。じゃあどういう部分が写真なんだろうかっていうところを、まあ、学生と話しながら、まあ、なんかこう指導していくっていうよりかむしろ学生たちと一緒に探ってる感じなところもありますね。特に僕 の, あの研究室なんかと、そうですね、そうですね、だから、まあ、4年生くらいになってくるともうだいぶ対等な関係性で話してるんで、なんかそのお互いにその写真っていうのは一体どういうものであるかとか、写真が現代においてどういう機能を持っていてどういうことをやってるかっていうのは結構、まあ、そういう、なんだろうな、議論をして決めていくところもあるし、プラス、まあ、僕がやっていてやっぱ思うのはその最近の場合は今まで多分、まあ、日本だとあんまりそうではない、まだそうでもないかもしれないですけど、やっぱ、ヨーロッパとかにいるとその写真にまつわるこうとか写真でどういう材料を選ぶかっていうことで結構コンテクストがついて回る。例えば、銀塩のシステムを使うとかフィルムを使うっていうのが今までは普通の選択肢だったんだけど、特に理由がなくても選択できるとかあったんだけど、今はむしろその銀塩を使うっていうことが例えば一つのコンテクストを生んでしまう、その過去に対する言及とか、なんかまあそういうところのルール、今の状況におけるルールみたいなのはまあ指導したりはしますけどね、なんかそういう、それでコンテクストが生まれちゃうんだよっていうことは結構指導したりしますね。なるほど。その、なんていうかな、まあ、まあ、いわゆる銀塩が作ってきた歴史っていうものがあるわけですけど、ある意味ではまあそれはまあ、なんていうかな、まあ、例えばそういうものを客観的に整理して、うん、いわゆるその次のストーリーとして接続させるということも一つ面白いことだと思うんだけど、うん、もちろんね、うん、でもなんかそれ以上にその何ていうかデジタルトランスフォーメーションっていうかな、うん、そのテクノロジーがシフトしてしまうっていうことによって、うん、言説とか理論も追いついていかなくて、うん、いろんなものをガンガンみんな作っていくっていうこともすごくあると思うんですね。そうですね、そうですね。あとはなんか僕らが手が届かないぐらい新しい技術を採用してくる子とかもいるんで、なんか、うん、あ、それ知らないわみたいなところをついて作ってくる子なんかもいるし、あとはそもそものなんか、うん、モチーフとかが僕らが想像つかないところを使ってくる子なんかもいるし、でもまあそういうところはなんか普通に、まあ、なんだろうな、純粋に面白いと思えればそれで済んでしまうところがあって、なんか、まあ、それは僕がそうなのかもしれないけど、写真っていう定義が僕がすごく広いので、結構だからそういう意味ではなんかあんまりこう、なんだろう、やっちゃいけないことを、写真を勉強してるから写真しか使ってはいけないのかっていうことと、そう決してそうではなくて、それが写真であると自分の中で納得できるのはそれは写真を使っているし、もしくは例えばそれがじゃあ自分が写真を使ってるけど彫刻だって認識してるなら彫刻のアーティストだろうし、自分でそれをちゃんと冷静にどういう自分がメディアを使ってるかってことを冷静に認識できるかどうかでその作家の価値も結構決まってくるような気もするんですね。それが例えばまあ日本で勉強してると特にそうなのは、例えば彫刻勉強したら自分はどんなに頑張っても彫刻のアーティストにしかなれないとか、版画勉強したら例えばすごい写真的なアプローチをしてるんだけど版画っていうエリアから出られない人とかっていうのも多分いると思うんですよ。で、なんかそのなんかそうなっちゃうのはちょっともったいないなっていう気はするので、もちろん写真は教えてるんだけれども、あの新しいテクノロジーとかそういうものをどんどんこう受け入れていって、それが最終的に自分の中で写真だっていうんであれば写真だし、それが例えばさ、そうそう、ペインティングだっていうんであればペインティングだし、なんかそこはなんかむしろ学生の判断と、まあ、それがちゃんと合ってるかどうかっていうのは僕らは考えたりはしますけど、うん、まあ、工芸大の場合はなんていう写真の専門的ないわゆる学校からスタートしてるじゃない、うんうん、で、まあ、今だとそのなんていうかな、あ、まあ、なん
んていうかデジタルと、まあ、例えばアニメーションだったり、うん、いろんな映像を作るような人たちとか、グラフィックデザイナーも輩出するっていう、まあ、いわゆる総合、うん、総合的な美術大学とかさ、はい、そういう方向に行ってるじゃない、うん、で、そういう時に例えば、でもこう、前やっぱ写真講座なんだから、やっぱ写真をベースにして、まあ、彫刻とか作ってる場合じゃないんじゃないのっていうふうな話はしないの。そういうのはならないもんなの。あんまならないですね。なんかうちはそうですね。あんまならないかもしれないですね。まあ、でもいわゆる普通の美大にやっぱ比べたら一番縛りがきついでしょ。あ、まあそうかもしれない。もちろん写真、基本的には授業はその写真に基づいて行われていくので、うん、例えば彫刻のことを教えたり、うん、インスタレーションのことをすごく、まあ、インスタレーションは結構教えますけど、彫刻とか例えば他のメディアのことはそんなに教えないので、まあ、自分だからそうですね、だから自分で、その分その独学して悪ければそれ写真に戻った方がいいよ、うん、君写真うまいんだしっていうふうには言いますけど、それがなんかピタッとハマってれば戻った方がいいよっていうわけだ。そう、たまに言いますね、もちろんそれは。あ、そういうだろうね、うんうん、あの要するに闇雲に広げればいいわけではなくて、そのちゃんとそれが自分のコントロール下の中にあるかどうかっていうのはやっぱりすごくジャッジしますね。まあその分なんか僕とかもやっぱりその写真以外のところにかなりこうアンテナを張っていろんな作品見てるので、あの、まあ、自分自身が作れるかどうかは別として、その判断材料としてこのアーティストは面白い、じゃあこのアーティストのこういう系譜の中にこの子は多分入るかもしれない、そうするとこの子が今この中途半端な立体作品作ってるぐらいだったら写真の方に戻ってこっちの文脈に接続された方が多分面白いんじゃないかっていう、そうそうのは、あの、考えますね。なるほど、はい、なるほど。まあ、ちょっとプロデューサーっぽいかもしれないですね。だからなんかその補正したりする ね、うん、まあ、あの、いわゆる話の前でこういう感じで、あの、スタートしてるんですけど、はい、ちょっと話してもらうかな。田田さんは、まあ、自分は自分で強烈な作家なんだけどさ、でも今はもうそのいわゆるその京都芸大で、それでまあその映像写真コースみたいなことがあって、写真をやりなさいっていうのは写真じゃないものをやりなさいって言ってるのか、どういうふうにそれがそう教えてるんですか。まず、あの、うちの写真映像コースっていうのは、竹内真理子さん、本当に写真批評されてる、すごい王道の方がいらっしゃって、あと高橋光平さんという現代美術の分野で映像作品を作ってこられている、まあ、社会的政治的なメッセージが強いような作品を作っておられる作家とかがいるので、私はあのすごく安心して、あの、実験的な授業やラディカルなことも、できるっていうすごい幸せなポジションにいます。なので、うちのコースでちゃんと技術的なこと、あの、本来写真映像コースで学ぶべきこと、アイスワークだってそうだし、写真史でもそうだし、さまざまな技術はちゃんと学んでるんですよ。それを分かってもらった上で、あの、話しますけど、私写真はね、グルーみたいなものだと思ってるんですよ。グルー、そう、だからうちだと6つコースがあるんですね。美術工芸とか日本画とか油画とか、そこそこ彫刻もあって、染色テキスタイルがあって、基礎技術があって、あと写真のコースがある。その全部の間を埋めることができるのが写真映像っていうテクニックだと思ってて、だから基本的にどこともコラボができるんです。そうなんです、そうなんです。なので彫刻的なエッセンスを学び、彫刻と写真を組む。彫刻と染色テキスタイルをくっつける間にも写真が多分入ることができると思うし、なのでそういうあり方っていうのはこれからすごく探っていってるし、動き始めているところであります。あと当然版画と写真映像の間、視力だったりいろんな技術テクノロジーがありますよね。そういうところを掘り起こしていくっていうこともまずやりますし、そうするとあと、まあ、油絵、油画の関係性とか彫刻との関係性みたいなものも写真を勉強した人だからこそできるつなげ方っていうのもあると思うんですよね。そこは、すごく力を入れていきたいところではあって、もう一つ今年私がすごく頑張ってる授業、去年今年頑張ってる授業っていうのは、ウルトラっていう設備があるんですよね。そこに何があるかっていうと UV プリンターとかレーザーカッターとかレーザー複合機とかシルクスクリーンとかそういうのが一式
揃っている場所があるんですよ。工房が。そうなんです。それはね、生かさない手はないっていうので、うん、そこで今年はね、加納俊介君と、うん、鈴木隆さんの3人で、うん、本当に写真って紙に印刷しなくちゃいけないのっていうところ、もう素材を疑うところに来てるんですよね。なんでかっていうと、何にでも別に印刷できるから。だから、そのうちきっと、そのあなたの画像をどうして紙に印刷したのっていう時代になってくると思うんですよ。そういった時に、いや、今だったら、紙に印刷されてるっていうだけで、紙っていうのが透明に見えるんですよね。イメージだけを見ることができる。でも、例えば鉄板にも印刷できて、葉っぱにも印刷できて、布にも印刷ができて、コンクリートにも印刷できてっていうふうになってくると、今だったら素材が見えるんですよ。イメージと素材両方見ることができる。ダブル。そうなんです。だから両方の兼ね合いを今試せるすごくいい時期だと思うんですよ。なので、もうそのデータ収集と、もうラボのようなもの、この素材とこの画像を合わせて見せるとどういうふうに見えるのか、この素材を選んできてこの画像を載せたのはどうしてなのかっていうことをずっと問い続けるようなことをやっています。あとは写真の転写のやり方、すごくクラシックな転写のシステムや漫画の、転写のあり方なんかも、私自身が実験しながら授業に組み込んでいってる最中です。結構相当面白い、その、なんていうかな、だから、その、まあ今の話聞いて面白いのは、その、ジャンルの違うものの間に写真があるっていう考え方になってるね。だから、例えば彫刻と染色の間にっていうのはまあ普通ないけどさ、その間に写真があるっていうことを、っていう考え方は、多分今までに全くない考え方だと思う。うん、そう思わんか、うん、あ、そうですね、っていうのは、なんていうかな、だから本当にある意味では写真が真実を写したりとか決定的瞬間の力でそのあるイメージを遠隔するみたいなことっていうことの、まあ、歴史が変わっちゃってる、まあそれの力は有効なんだけれども、写真っていうものの再定義っていうのが行われていて、それはなんか全く違う定義のされ方にシフトしてるっていう、ことだよね、そこはだからなんていうかな、細々っていう言い方は比較的正確な、なんていう単語かもしれないね、そうですね、そのなんていうかな、その入り方だから、例えば工芸高校、工芸大だったら、まあ、コマーシャルやるかファッションやるかって、まあ、ちょっと写真で食うかと思ってる人もいるわけだよ、写真かっこいいし。で一方、まあでも、写真にアーティストになるのも勝ち目ある時代かもなと思ってる人もいるわけだよね。まあ、今まで多分、工芸大とかは、そのアーティストに何かなるのが勝ち目があるって教え方、あんまりしてなかったと思うんだよね。そうかもしれないですね、まあ、もちろんそれでなってる方もいっぱいいますし、僕より先輩でたくさんいますけど、だし、まあ、もともと細井英子がいたので、細井英子先生がいろいろ多分そういう教えはしてたと思うんですけど、まあ、より具体的にこう戦略を練ってやるようになったのはやっぱり吉野先生が来てからだと思うので、まあ、僕とか今ここ最近出てきてる子たちはみんな吉野先生からこう復活してもらって出てきてる感じなんで、まあ、それがだんだんこうそういう人たちが教員になってきて、そういうことを教えるっていう風になってきてますけど、まあ、もちろんうちの大学の場合はそういうこうコマーシャルっていう選択肢も決して切ってはいないので、コマーシャルで食べていくことができるっていうのはある意味写真の他のメディアとの大きな結構違いで、まあ、比較的簡単にコマーシャルに入り込むことができるというのは一つ大きなポイントでもあるので、まあ、それを狙っている学生もいますし、やっぱまあなれるなら作家になりたいなと思っている学生も多くて、で、なんだろうな、まあ、うちの場合はもちろんそういうこういろんなメディアと掛け合わせてやるとか別のものにするみたいなのももちろんそういう子もいるし、そういう施設もあるんだけれども、まあ、一個なんか論点がずれないように僕はいつも学生に意識づけみたいなのをしているのは、その
イメージがそれで弱くなっちゃいけないんだよっていうのはよく言ってます、ね、だからそのどんな面白いマテリアルを使ってそのマテリアルとの関係性の中で作品が出来上がったとしてもそこにイメージの強度がなければ多分人の心には多分あんま響かないよねっていう話はしてだからそこのバランスをうまく だけどこうイメージを強いことを意識しすぎると今度はそのなんだろうなマテリアルも食べちゃうような感じになってしまう時があったりとかしてなんかそのバランス感覚が結構難しいんでそこをまあ注意して僕は指導するようにはいつもしてますけどねだからポストごとになっていってここポストな形になっていってもやっぱりそのイメージっていうものが持つその強度とか純粋さみたいなものっていうのはある程度やっぱ残っていないとなんかまあそれはある意味ちょっと古い考えなのかもしれないですけどねもしかすると、うん、でもなんかそこは結構大事うちの先生たちはそうですねだからそれを結構大事にしてるそれ以外はそれがさえあれば何にすってようがどんな形であろうが OK ですっていう感じではありますそれが面白いってむしろ例えばそれが iPhone 使ってようが何を使ってようがあのとかすごいなんか隠しカメラとか監視カメラ使ってようが面白いっていう風になるかなっていう感じもちょっとありますね、はい、そうですね今日だからね話し始めると切れないんですけどね切れない話をしようとしてるわけだけどそのなんていうかな、うん、まあ例えば古いタイプの写真家でも今のなんかポストフォトの人でもいいんだけどそのアーティストのあり方っていうものの方が本当は重要なんだと思うんだよね。なんでかっていうとどういう、まあ、例えば世界みたいなものがあったりで、まあ、それ例えばテクノロジーみたいなものが出てきたりとかさ戦争みたいなああいうなんかソーシャルなモチーフみたいなものがあったりいろいろするわけじゃない。でもそういうものに対してアーティストがどういうふうにアクセスしてどういう作品がいわゆる作品を生み出すかっていうことっていうのは一つの、まあ、ストーリーメーカーなわけだよね。と思うそれいわゆるストーリーを本当に作品にするとかっていうんじゃなくてアーティストがやってることっていうのはそういうなんていうかなこの社会においてどういうような行動をするかという意味でのストーリーメーカーだと思うんだよね、うん、それは例えばどの本を読んでどこに行き誰に会いそれでそのまあ例えばいわゆる作品作るときにマテリアルも、まあ、学んで。なんか選びそれ新しいイメージを自分で作るのかファウンドイメージみたいなのをするのかっていうのは、うん、もうある意味では何でもできるわけじゃない、うん、それ でもそのアーティストがその自分っていうもののストーリーをどういうふうに構築していくかっていうことが本当はアートのなんか魅力の根幹にあるような時代になってるような気がするよね、うんうん、だからそのなんていうかないわゆる作品としてポストフォトの新しい古いっていうことは、まあ、あんまりどうでもいいことっていうかな、そのいわゆるアナログの仕組み使ったってポストフォトだっていうふうに言わせるようなアーティストも当然いるわけだよねと僕は思うんだよそこ。だからポストフォトっていうのを考えるときにはそのいわゆる写真家っていうアーティストのありようっていうことっていうかその人がどういうストーリーメイクするかっていうようなそういうことのなんか魅力にかかってくるような感じっていうのがものすごくするんだよね、もう最近。うん、まあだから、なんていうかな、いわゆるアウトプットのスタイルの、その新しい古いでポストフォトっていうのがあんまりもう、なんか言えなくなるんじゃないのかな、そうですね。っていうように思うんだけどね。つまりあれですよね、個性化。と神話化の話をしてるっていうことです。個性化っていうのは個性化。個性化ってなんだろう。ユングの言った個性化って、ああ、はいはいはい、本当の自分になっていく過程をいかに神話化していくっていうのと神話化していく、自分の話を神話化していくっていうことは私一緒だと思っていて、多分そういうことを言ってるんだろうなと思って聞いてたんですけど、うん、まあだからそれはある意味ではそのまあ、それテクノロジーも含めてだけどさ、つまり新しいものにを進行するようなアートのあり方っていうのは、まあそれはもうポストモダンで終わったりしてたわけだけども、あれなおかつ終わっているっていうかな、まあ、終わっているっていうよりもそういうことをもはや問題にしないっていうかな、新しい古いとか。だから、その
ということはアーティストはそういうそのメディアとか表現形式の新しい古いに縛られないっていうことが重要になるから、うん、そういうことにつまり、いわゆるテクニックとか形式からいわゆる入ってきた人間がどう変わることができるかみたいな感じじゃないのかなと思う。だから写真ってこういうもんですよね。それは大学受けたところに入ってきて写真勉強しておこうと思ってますけど、例えば、ペインティングってこうですよねって子供の時から思ってて美大にそれ入ってきたりするわけだよ。そうじゃなくて全然違うストーリーメイクをするようなやり方、だからそれは海辺でなんか例えばその桜貝をそのなんか拾うっていうのでもいいわけよ、簡単に言うとね。お料理でもいいかもしれない。 でもそれをやってる間に写真っていうものが使えるっていうふうに分かって使うっていうふうなだけの話ですってことだと思うんだよね。だから、そう考えた時に、まあ、例えば僕、まあ、お二人は違う考え方あるかもしれないけど、例えば僕は自分生きている時代の、まあ、ちょっと前っていうかな、まあ、同じ時代を生きている写真家っていうのは誰かなと思って、まあ、昔から思うわけよ。で80年代の終わりだったらメイプルソープっていう人はどうだったなと思って、エイズで死んじゃうとかさ、で最近だったらウォルフガング・ティルマンスっていう人がいてさ、で、まあ、世界のソーシャルのいろんな問題が発生しているものにどうやって写真家っていうものをアクセスするかっていう、そういう、まあ、ストーリーを作ってると思うんだ、あの人。それで、そのポストフォトって言った時って、じゃあ例えばポストフォトのスタイルとか形式っていうものじゃなくて、いわゆるポストフォト、いわゆるポストヒストリーって言ってもいいかもしれないけど、ポストヒストリーにどうやって自分が物語を、まあ、いわゆる演じるかと、ということだと思うんだよね。そういう人って現れてるのかな、誰なんだろうな、そういうのよくいつも考えて、よく考えたらそういう視点で選んでると思う。例えば、ポール・ジャンっていう人がいるとすると、ポール・ジャンは写真家じゃないじゃん。だけど、ポール・ジャンをなんか感じて、ポール・ジャンを写真家だと感じたいと思ってる自分っていうのがいるんだよね。それで同じように、だから、まあ、ちょうどここにあれいたワイデガイトンを、まあ、その持ってきたけどさ、これ。でまあ、そのワイドガイドは出力使ってやってるけど、まあ、本人は、まあ、あれでピクチャーだと、まあ、思ってるわけだよね、これね。そうね、まあ、でもガイドは自分でも撮ってるし、出力で組み合わせしたりするし、立体に貼ったりとかいろんなことしてるわけじゃん、この人。僕はもうすごい好きなんだけどさ。でもなんでこの人に惹かれるのかなっていうようなことは思うんだよね。で、ガイトのシカゴの人だったと思うけど、この人ね、アメリカの人で。それで、でも、この人は写真の文脈から生まれてる人でも何でもないわけよ。でも、僕はっていうとペインティングですね。ペインティングの人なんだけどさ。でも、そのいわゆるそのポストフォトって考えたときに、ポストフォトのストーリーメイクをしている人は、別に写真家でなくてもいいやみたいな感じっていうふうにきっと思ってるから、ワイデガイトンみたいな人をなんか写真家として考えたい、写真家っていうか、いわゆるそのポストフォトグラファーとして考えたいっていう衝動に襲われてるんだと思う、多分。こういうことなんだよね。そうすると、まあ、ガイトンがあれだ、なんか別になんかベストっていうわけじゃないけどさ、で、本人も会ったことないし、なんか知り合いではないわけでした。まあでもまあ、そういう典型的な人だよね。だからいわゆるコンテンポラリーアートの中で、イメージっていうものと、オブジェっていうものと、マテリアルっていうものを触ってる人に、そういうものを投影してしまっているところがあるから、いやいや、それはお父さん間違いですよと。写真は写真でしかないわけですから、つまり、なんか写真でないものを写真っていうふうに言うのはやめてくださいよっていう人も、それはいるのかもしれないね。そんな、
ことね、こういうベッドにプリントされてるわけじゃん、これ、うん、それで、例えばさ、これは写真なんですか、写真じゃないんですかって言われたら、ガイトンはあのこれはピクチャーっていうか、うん、ペインティングだと思ってるんだよ、うん、と思ってるんだけど、写真っていうふうに、例えば僕とかは言いたくなるわけや、うん、で、なんかポストフォトだって言いたくなってしまう衝動っていうのがあって、その衝動の裏側にあるのは、やっぱりそういうストーリーメイクする人の新しいモデルっていうかさ、うん、そういうのが僕やっぱ探してるところがあるかもしれない、うんうん、だから、例えば、まあ、田田さんが全然違う、例えば染色やり始めたりとかさ、彫刻作り始めたとしても、そしてポストフォトグラファーだと言いたいんだと思う、そういう時は僕は、それについてどう思うんですかね、じゃあどっちでもそうですね、あの僕はまあ、あの確かにガイトンは昔っていうか、そんな遠くもない昔、サーペンタインの一回展覧会見てて、僕もね、その時あの写真だなと思ったんですよ。まあ、確かにあのいくつもの写真とかペインティングが重なってるシリーズがあって、それがすごく多かったんですけど、あの一番表側に来てるのがそのペインティングなものもあるし、ドローイングなものもあるし、どんなに頑張ってみてもこれ写真だよなっていう。でも印刷物は、ね、そうですね。でなんかそのすごい見まがうところっていうか、それが写真であるのかペインティングであるのかっていうところのそのギリギリの境目のイメージを結構使ってるんで、なんかむしろそこにそんななんかこう境目を設けること自体が多分彼にはそんなに重要じゃないのかもなっていう気はなんかしてますね。だからあのそこがすごく面白いところだったし、そのしかもそれが多層化されたこうレイヤーになってるっていうことが、まあ、すごくいろんなこう意味を含んでいて、なんか僕はすごく思ったし、僕も自身もねすごい写真だと思って見てました。あ、すごいこれ写真だなと思って見ていて、まあ、今結構参考にすべきアーティストのうちの一人が確かにあるなと思う。まあ、そうなんだよね。でなんかその、まあ、僕は最近のそのこうアーティストは確かに何かこう写真だとかペインティングだとかそういうところにこだわるっていうよりかは、まあ、選択肢がすごいたくさんあるっていう状況なのかなと思っていて、むしろその選択に伴うその意味付けが結構出てきちゃうので、そこだけ間違えないようにしていくっていうのが、だからどういう、まあ、写真だっても何でもそうですけど、例えばどういうマテリアルを使うのかとか、どういう機材を使っているのかとか、どういうプロセスを挟んでいるのかとか、なんかそこに必ずなんかちょっとずつ意味がついてきて、それの集合体で一つの作品になっていく感じはあるので、今までみたいにこうなんだろう、カメラを使ったりフィルムを使ったりはただ写真で、写真には純粋な写真であるっていうことが結構もう失効しているような気がしていて、だからもうそこの垣根がだんだんなくなってきた。本当にさっき田川さんがおっしゃったみたいに、いろんなものと融合可能で、あのいろんなものとこうくっついて、なんか変形して別のものに編成されて、なんかなる時もあれば、逆にその時に写真が際立ってくる作品もあるし、写真性というか写真らしさが際立ってくる作品もあるし、なんか例えば本当に彼の作品の場合には、なんかそういうこう、例えばペインティングとかそういう色立体とか、あとインスタレーションっていういろんなまあ要素があるんだけども、最終的にこう出てきているのは、そのなんかこう写真にあるようなこう一つの特徴みたいなものが一番表側に出てきていて、まあでも写真というよりプリントとか、そうですね、プリントなんだけど、そうなんか写真データが出力されて、そうなんかそこがなんかね結構気になるポイントでもありましたし、なんか最近僕が思ってるのは そういうところかな、その選択っていうのが結構重要かなと思ってます。うん、そうですね、私もなんかこう版画、印刷物っていうふうに見るとすごく分かりやすいのかなと思います。でもプリントだよね。そうですね、だからなんか私が物質性の強い写真作品を作るようなルートとは違うルートで作ってるっていうのはすごくわかりますけど、私は両方写真、表面性だよね。そうですね。だからそれは両方写真って言いたいなって、写真だって考えと仮定して考えていくっていうのがやっぱり一番面白いところですよね。これなんかほら、キャプチャーだよね。上から描いてるのも確かに一部分あるんですよ。まあ、ずるいっちゃずるいわけよ。
もう確信やがって見に。で、まあ、その、いわゆるデジタル出力機を、もう、なんていうかな、写真機じゃないな、プリンター、まあ、個人のパーソナルなプリンターっていうのをもっとインダストリアルに使うっていうふうにやってみせるっていうことぐらいとか、すごい意識的にやってる人だと思うんだよね、この人。でも、その、でも例えば写真を勉強した人だと写真の大きさっていうものの常識っていうのがすごくあるから、例えば現代美術をする人からすればなんてこの大きさっていうのは当たり前の大きさなんだけど、写真の人はなんてこの大きさは常識じゃないと思うんだよ。そうですね、そこが今だから大体3メーターぐらいですかね。これ3メーターぐらいなんだね。めっちゃでかいっす。めっちゃでかいし、値段も何千万もするんだよ、この作品って。驚きでしょ。ただの出力といえば出力なんだよ、あのガイドは。本当に布に出力されたみたいなやつが巻かれて木の上に置いてあるだけです。だから重ねてあるだけです。そうなんですよ。だから、うむと思うんだけど、でも、惹かれるんだけど、なんか作品に捕まってるだけかもしれないっていう気持ちもあるんだけど、だからそのガイドはあれ自分で理論も書くし単語本もあるね、この人だからセオリーもやってる人だから、もうすごくもう理論的にもしっかりした人なんだけど、例えばその人がこの時代にどういうアーティストとしてのモデルなのかっていうことっていうのを考えるね。でガイドはどんなストーリーをその提出しようとしてるんだろうなっていうのが一番、まあ、引っかかるところだね、うん、作品そのものよっていう、うん、コードでしょ、うん、ということはいわゆる、まあ、その、まあ、いわゆるコードレコードっていうことだよね。でそれで、まあ、トリックスターっていうことかなと思いますね。どう、上手ですね。やっぱりコードね、どういう文脈のコードが組み合わせたかっていうことを作品化してるってことですよね。だからプロセスとコードの遊びってことが作品化してて、しかもそれがすごく表面的に見えるっていうことがすごく大事だったってことですよね。それは多分ね、あのいわゆるこの、ね、まあまあ、世の中にある印刷物っていうのはコマーシャルであれ、アートであれ、何であれ、あれは全部表面的なものだからだよね。うん、それ区別がつかないでしょ。うん、政治の情報であれさ、うん、あれお料理のパンフレットであれさ、それとかそのなんか死んだそのおじいちゃんのなんか写真であれさ、あの均等に平面だってことだよね。うん、だからその何て言うかな、今までだったらなんかファウンドフォトって言い方もあるじゃん、うん、でもファウンドフォトっていうよりも全てのイメージを対象にしてプレイするのがいわゆるポストフォトグラファーだっていうことをまあ、言ってるに等しいような作品。うん、嫌な作品集だね、うん、これいい、相当いいね、だって書いてある。俺も本当だね、うんうん、そう、ああそれでね、あの、まあ、これ羽地君のやつなんだよ、知ってる？はい、まだ見てないです。まだ見てない。まあれで見ましょうよ、ちょっとそれね。あ、ここそう、これで。ハイジ君は、あれで写真の専門学校生なんですよ。19歳で、それで、で東京フロントラインフォトアワードで、今年の春にグランプリ、まあ、あれ、誰が取ったんですね。それで、だから、東京芸大とか、京都芸大とか、
現代美術、いろんなジャンルのものをやるような学校に行ってないわけですね、この人。それから、ただいわゆる現代美術っていうことの文脈は専門的にもちろん勉強してないから、彼が勉強してるのは、モニターと渋谷って街と、みたいな感じだと思うんですよ。それで、この、アワードに応募してきたのは、いわゆる後半のオーダーツっていうところで、これの特徴は、ビニールテープが使われていて、でそのビニールテープの貼り逃げみたいなアクションを したりとか、それをいわゆる写真の上にビニールテープとかガムテープを貼って、それをスキャンし、撮影もするし、スキャンもするしっていうことを、反復して、それでイメージを作り出すっていうことを、彼はやってるわけ。それやってて、面白いということで、あお二人にもですね、審査員やってもらってる、あれで、本間君とか、で、そういう人が、こいつは面白いと思って、グランプリに、全く無名ですよね、今のところ。無名なんだけど、それで、それを作って、ジンを作るっていう話になって、やるかって話になったときに、この最初の、いわゆるオーダー1っていうのを自分で新しく作ったんですね。これ新作なんですよ。で、それイリデッセっていう、最高品質デジタル出力機の金銀が使えるんで、金銀を使った出力を一回やって、自分でレイアウトしたと作ったやつに、ブルーテープをまた貼って、スキャンして、で、作り直して、なおかつデータも加工して、出力用に、なおかつまた金銀がオリジナルで入れられるようにして印刷物としてプリントで出力するっていう、すごくアクロバットなことやってるわけです、この人。それで、ある意味では革新に触ってるところを僕は感じるわけで、その写真専門学校に入ったんだけど、ポストフォトっていうものの向かうところっていうものにちょっと気がついて触ってやっちゃってるところがあると思うんだよね、これ。こういうものについてどう思いますか？こういうプロセスっていうか。ある意味変遷してるわけでしょ。最初、いわゆるその、なんていう専門学校で。で、ブルーテープっていうものの素材の経験によって、ブルーテープが写真であると思ったと思うんだよね。当然。でそこからなんか気がついたもので発展してこうなってるんだと思うんだよ。で、ガイトンのことはよく知らないと思うの、この人。ガイトンのことは知らないけど、本屋で立ち読みして自分が気になるものはサンプリングするから、今の人って普通のいわゆるアカデミックな勉強とか、いわゆるコンテキスト性があって学習してなるっていうふうには、ならないわけじゃない。どうですか？面白いですよね、よくできてますよね、でも彼の一つ面白いところは、そのパフォーマンスの要素がすごく強かったところじゃないですか。こっそり行って、テープ貼ってで、それがそのテープが作品集とか他の自分の作品にも使われているのと同じテープ、青いテープを、ブルーテープ、そうですね、使ってやってるっていう、この植物性とか運動性とかそういうことをもう一度ここでやってるってことなんですよね。そう、プリン本にまた貼って逃げて、もう一回やってってことをやってるってことですよね。そうですね。それなおかつその写真で撮影したものもデータだから、データ上で加工して、それで写真がプリントされるように印刷物としてプリントしてるんだけど、こういうふうに陣としてプリントしてるんだけど、でその時はイリデッセっていうものをの機能をものすごく革新派的に意識して作るっていう方向にしてるわけだよね。
で、まあそこがまあだからその羽地君っていう人の急速な進化っていうようなもの、いわゆる編成っていうものが行われた証拠みたいな字になってるから、まあ非常にまあ面白いと思うんだよね、これはこれで。その場にあるものを最大限に使って、そして逃げるという。やり逃げで説明はしないっていう、まあでも今回このそのあれでポストボトのシリーズトークの21日の日にはあのそれ本人が出てくるんだけどね。それは出てくるんだけどね。でもね、だからで例えばこういうようなものをそのワイルドガイドの違うバージョンじゃん、これも。で、それであるそのポストボトとして評価するっていう方向に、まあ僕なんかは思ってるわけよ。でもさ、これは写真じゃねえよってさ、もうそれ初めから言うのは分かってるんだけど、で、こういうものに対してお二人はあれですかね、どういうふうに思うかなと思って振ったんだよね。僕はなんか極めて写真的なアプローチだと思いますよ。なんかで、あの、そうだな、むしろこの確かに1の方が面白いなと思って、あの、2より1の方が俺は好きだなっていうところがあって、まあ、それは、まあ、僕自身も結構こういう、なんだろう、本から考えるみたいなのよくやってたりするので、あの、その本で使えるマテリアルとか本の印刷するプロセスから考えてアイデアをひねり出してイメージを作っていくっていうのは結構なんか面白い作業だし、あの、最終的な仕上がりとしてもやっぱそれはなんかよく練られてるなっていう感じはすごくすると思うんですよ。で、なんか、まあ、うちの大学でも結構なんか学生とそういうのやったりもしてたりして、去年結構あのジンのプロジェクトみたいなのがあって、まあ、スイスのチューリヒ芸術大学に一緒にやってた、ね、そうそう、それの時もやっぱりその紙とか印刷とか の、 その自分たちのプロセス、マテリアルみたいなところから何ができるか、自分たちのいつもの作品とか、もしくは改めてその各々の年をリサーチして制作するのに何ができるかみたいなことは結構考えてやってたので、まあ、ある意味なんかすごく、もしかすると今全世界的にももう一回そういうこうなんだ、本とか印刷っていうところから何か何かを考えて作るっていうのはある意味こうタイムリーなのかもしれないですけどね。すごいタイムリーなんだ、うんうんうん、そう、それは、うん、だからまあしかもなんかデジタル印刷っていうところもあって、なんかもう一回なんか普通の印刷技術を再考するじゃないけど、それではできなかったことからもう一回なんか考えていくっていうこともできるし、なんかそういう意味では、うん、今結構多くなってきました。なんかね、意外とそういう印刷のところから考え、印刷プロセスとかから考えて作っていくっていうのが、まあ外国人結構みんなもともと好きですよね。なんかね、本の印刷プロセスみたいなところから考えていくアーティストっていうのは、まあたまにいるっちゃいるんだけど、でもなんかここまで、うん、アブストラクトな子はあんまりいないかもしれないですね。まあでもね、まあ、例えば田田さんはあの写真 の、 あのあれでプリントを、まあ、焼いたりするわけじゃん、うん、であれじゃん、焼かれるまではあのいわゆる紙の上のイメージじゃない、うん、でも焼くと、いわゆるものだってことが発見するでしょ、うん、簡単に言うと。そうですね、だからっていうことはそのある意味ではなんブルーテープだと言ってるのと同じだと思うんだよね。それはブルーテープだっていうのは、つまりこう、なんていうかな、いわゆるイメージと物質っていうものが、なんて分離してないのよ、本当は、と。っていうことだと思う。だった、まあ、あ、なるほど、なるほど。川島君は、その、いわゆるイメージ、紙の上のイメージだけで純粋にするっていう写真の、その、文脈が、有効性があるっていうのも使うし、例えばクッションみたいな形とか、ああいうの布に出力して立体にいろいろしたりする場合は、それはいわゆるイメージとその物質は一緒だっていうことっていうのははっきりそれ分かってて確信犯的にやってるわけじゃん、その時の使い方って。だからということはそのイメージと物質っていうのがイコールだっていうことが一つは分かってるかどうかっていうのは、そのポストボトを考える時の一つのそれ前提なのかなと思ったりもするわけだよ、うん、僕は、うん、あ、だから例えば田田さんが最初の頃にこうイメージを勝負するやつやってたじゃない、うん、あの場合っていうのはまだそのいわゆるそのな物質度って低かったような気がするんですよ。
いわゆるイメージを消去するっていうことはあったけど、だから、まあ、例えばハンダモテで焼いたやつの写真の例えばその裏側もいわゆる等価なその写真として見せるということをあれでやったわけじゃないかな。そうですね、うん、はい、だからその例えば焼け焦げっていうのも写真だというふうに言ってるんだよ。そうですね、うん、どっちも写真、裏から見ても表から見ても写真っていうことだったわけじゃない。だからそういうふうにいける人といけない人がいるんだろうなとは思うんだよね、うんうん、それはいると思います。タヌさん当たり前に入ってきたんだよ。まあそれ入ってきたのは写真に対するアプローチっていうのが初めから他の人と少しやっぱ違ってたっていうことが、そうですね、それになったってことだと思う。そうなんです。なのでちょっと私今聞いてて意外だったのは、こう本を作る印刷技術とか本を作ることから、もう一度コストコードみたいなことを考え始めてるっていうのがすごく意外で、うんうんうん、例えば川島さんとかね、うん、ずっとなんか本を作ってるんですか？まあ、考えてますけどね、うんうん、だからそれこそ GP なんても本を作る作家がたくさんいて、私はすごくいいなと思ってたんですよ、うんうん、私ね、その会話なかったから、ずっと、うん、でもそれがさらに推し進められていくってこと、うん、でもすごく分かりやすいですね、うん、分かりやすい例なんだよね、うん、それがまあだから10代の子で、それいわゆるアカデミックなものとかコンテンポラリーアートのコンテクストを知らなくてもできちゃうっていうことが重要なんだよね、うんうん、そういうものをだからそれはまた、いや、それはビギナーズラックでまぐれだからっていう引きずり落とすような人たちもきっといるんだよ、うん、絶対いるよね、うん、ああやってるけど実際分かってねえよみたいなことを言う人もいると思うんだよね、うん、でその時に分かってる分かってないっていうのは一体何だろうっていうことっていうのは問われると思うんだよね。不思議ですね。なんかでも、うん、そんなことが起こってるのは現代写真だけだよね、うん、分野としてはの作品の一部として考えることができるということですよね。それがまた違う回路で言うと、ペインターはそれ考えられないから、うん、ペインターカタログだから全部、うんうん、だから本っていう装置の凄さみたいなことが、まあ、装置って言ってもいいよね、すごく感じました、うんまあ、そこにあるよね。そうですね、すごく感じましたね。なんでうちのコースも実は本作るってすごく力を入れてて、うん、これ見た？どう？いや面白いと思いますよ。なんか正直になんか言ってよ。いや、田村さんらしいなって感じがしましたけど、でもこれね、今までの田村さんのものはカタログだったと思うんだよ、うん、私もそう思います。そこで私ずっと苦しんでたし、そうですね、確かにカタログじゃないから、ね、ページでイメージメイキングしてあれじゃないですか、去年だっけ、一昨年だっけ、アウトブックフェアで話したじゃないですか、写真集一冊で。ああ、喋った喋った見た時に私ははっきり言いましたもん、私は写真集が作れませんって言って、うん、あの小野陽子、そう、小野陽子の目的で、その時何言ったかっていうと、写真集のために作品を作らないと私は無理だと思って言ったんですよ、うん、写真集自体を写真だって言えるようなブックが写真だって言い切ることができなければ私は多分作れないって言ったと思うんですけど、できたできたこの満足げな微笑みできたんですよできたよね、これ相当なもんだと思うよね、うん、だから私写真の認識の仕方が一つ増えたなと思いました。なのでお二人がこうブックで写真をまた考えるって言った時に、うん、あそうなんだなって。だから僕にとってはこれこの物質感とかこの印刷率とかこのアウトプットそのものがこれそのものがワイデガイトンと同じなんですよ、うんうんうん、この小口がね、そうこれもねこれもワイデガイトンと一緒なんだよね。でまあ僕はそう思って一人でこう試行錯誤してあれやこれやトライして人を巻き込んでいろんなことをやってるわけだけど、でもそれは僕が例えばこういうものでもそうなんだけど、こういうものを写真だって言いたいっていう衝動っていうのはどこから来ているのかなっていうのはすごく思うんだよね、うん、それ、うん、この景色がそうだね、うん、でもあの
なんか瓶にラベルが貼られていて、ああいうものの写真だっていうふうに言うと、うん、めっちゃ難しいですね。でめっちゃ難しいけど、それ、うん、そっちに隠し屋さん的なアーティストは、うん、向かっているんだよ、うん、向かってるんだと思う、うん、だから今日ここにないけど、うん、ミカ・ロッテンバーグとかいるじゃん、はい、ね、うん、でロッテンバーグは映像の作家だし、うん、オブジェ作るけども、うん、僕が見たらやっぱさ、写真だなと思うところすごいあるんだよね、うん、それは。まあそれなかなかね、こうね、喋ったり、議論したりする場がないんで、こういうところに2人に来てもらってるっていうことはある、うん、なんかあれですね、昔じゃないけど、最近のインタビューかなんかで、ティルマンスが、それはなんか話した気がするんだけど、あのホテルの写真があるじゃないですか、ティルマンスの、うんうんうん、テレビがあって、何のこともない、うん、あ、そうそう、あれ、あの要は景色についてなんかその写真っていうのがその自分はなんでここでシャッターを切っているのかっていうのを結構細かく紐解いて、要はそのここにあるこの景色がなぜ写真になり得るのかとか、なんで写真なのかっていうことをティルマンスが話した気がするんだけど、それはね、うん、それはでも割に90年代的な、うんうん、あのなんていうかな、いろんなとこ見て、あのちょうど今上のさっき の、うん、あのあれデトエルブックス の、 あのところに、うん、その BF っていう出版社の新しいカタログみたいな、うん、カタログっていうか写真集みたいなのあった、うんはいはい、それはいわゆる、ホームセンター のオランダのやつですね、オランダのやつで、うん、ホームセンターのいろんなものを写真で撮ってやってるわけ、うんうん、でなんてそれはもうこう撮ったら写真だって分かってる人はデザイナーなのか写真家なのかもうあんまり関係ないわけ、うん、そうですね、うんうんうん、それ、うん、それでなんかでまあなんか分かんないけどホームセンターに自分の作品が置かれてるとか配置を変えてエスプリでなんとかそれ見えてるとかっていうんじゃなくて、それを撮影するともう写真だっていうのをその風景見た時にホームセンターパッと見た時に、うんうん、このホームセンターって写真じゃないかと思ってるところのその人、うんうんうん、それ、うんうん、でもこれ作品いただきと思って、だそれはデザイナーであってもいいし、うん、アーティストであってもいいし彫刻家であってもいいし、うん、写真家であってもいいし、うん、全然違うような人でもあってもいいし、うん、と思うんだよね、うんうんうん、でもなんていうかそれがつまりこういわゆる現代の、うん、環境化されているものが全て写真であるっていう感覚っていうのを明らかに持ってる人が作ってるっていうのはよくわかるんですよ、うんうん、あれはすごいと思いますね、うんうんうん、まあそうじゃあわかんないけどね、うん、そういう人がポストフォトグラファーだっていう言い方っていうのはすごくわかりにくいし、うんうん、伝えにくいから一、うん、人そういうことをやってくれるプレイヤーが現れたら分かりやすくなると思うんだよ、うん、多分写真って、うん、ポストフォトグラファーって、うん、でまあそれが、うん、ウォーリッド・ベシティなのかガイトンなのか誰なのかってことは分かんないんだけど、うん、なんていうか、まあ、なんていうかティルマンズ級の、うん、そのストーリーテリングできるような人は今のところいないんだよね、うんうん、そうですね、うん、だから例えば小林健太っていうのは結構以前の人だと思うんだけど、うんうん、でもあれもだからまず写真があってそこからなんか陶器に増やしたりいろいろしてるから、うんうんうん、まあなんていうかな、あやっぱ内側から写真を変えていくタイプの人なんだよね、うん、あの人も、うんうん、田田さんの方がまだなんか外側からのなんか人みたいな感じがするけどね、本当うん、全然そんな感じするけどね。めっちゃ私でも自分の脳から変えようと思ってますけど、毎回作品作る。まあそれがうまくいってんじゃない。どういうこと、うん、だからその自分を実験動物として、変えてしまえば、自分が作っているものがアートなのか写真なのか何なのか日記なのか何なのかって言わなくて済むっていう。うんしていいんじゃないかな。他の人はまあだから川島君っていう人はこうやっぱりなんか、まあ、なんていうか写真に対するやっぱりリスペクトがある人なんで、うん、それ私もすごくそう思います。もうや、うん、頑固っていうかやっぱ硬い人なんですよこの人。
だからまあ、うん、そういうところがいいわけよ、この人の場合っていうのは。でもその例えば、自分が泊まったそのホテルにの壁にかかってフレームに入っている凡庸なアルプスの写真と自分が撮った写真っていうのはどっちがかっこいいかなとかっていうのは、うん、それは思ったりするってことはあるんだよね。うん、でじゃあそういうアカデミックな写真の勉強しなくてもこのフレームの中に入っている凡庸な印刷の悪いアルプスっていうものを写真だって言い切れて、そこから写真っていうものが始められる人間の方が本当は生かすのかもしれないっていうふうな、ん、コンプレックスも持ってるんだけど、あ、もうあると思います。そのコンプレックスを持ってるわけだから、あ、いや羽地君は今のところそういうものがなんか、ま、あ、分裂してないんだよね、まだ、うん、いわゆる幸福なティーンエイジャーだよね。そうですね、うん、と思う、うん、しばらくしたらだからその安ホテルの壁にのフレームに入っている写真と俺の写真っていう話になると思う、うんうん、それは。でワイルドナイトはもうそのことはすごく分かってて、うん、壁に入っているやつを基本に、作ればいいんだと思ってるわけだ、うん、と思うけどね、うん、まあでもなかなかこういう話は難しい話だけど、した方がいいよね、うん、でも確かに何かそういうこう分裂したコンプレックスみたいなのは確かにありますね。あるでしょ。ありますあります。的確だなと思いますけど、何かそうだから逆になんかその何だろう、いつもこう新しいテクノロジーなことばっかりやってると反動ですっごい古臭いこととかやりたくなるんですよ。だから例えば8×10 活用でどっか行くとか、なんかものすごくストレートな写真撮りたい、あの映像撮りとかで写真作りたくなったりとか、むしろなんかそので最近なんか僕はなんかもうそれをなるべくこう受け入れるようにしてますけどね、なんかね。これはあれで水木くんのやつなんだよ。で水木くんこれね、最初のテスト版で出力したやつで、あの髪が光ってるわけよ。それ嫌なんで、あのなんとマットの紙に選び直して出力あれで割れてし直そうとしてるわけ今ね。だからまあちょっと難しい。これはあれでサイヤのタイプでやってるから。で水木君っていうのはある意味ではあれはポストフォトグラファーって言っていい人だと思うんだよ、うん、DJ スケーターっていう表現手段と自分が昔なんか漆工芸やってたから、あの人そういうものも全部投下にしてると思う。それで、でまあ、いわゆるハイテクだからそれに対してサイヤノっていうその日光写真みたいなものを使って、それで自動車のいわゆる廃車置き場に行って鏡割って、そこに生えてる草も使って、それ青写真で作るっていうのをやってるわけだ、この人。お、それはそれでさ、そういうセンス、それ水木君は持ってるんだと思うんだよね。どうですか、こういうのは。サイヤのタイプ使って、その後それをスキャンしてやってるんだ、そう。工程がすごいんですよね。もし、なんで瞬間なんかやってたんですけど、横で。自分の作品を、まあ、これも木のパネル UV プリントしてたんですよね。ちょっと設置して話を聞いてるときに自分の作品を指してこの建物がって言ったんですよ。おお、建物かあれ。そう、あのあれ UV プリントをパネルに貼ってるのは何か本人が貼ってるのかな。あれパネルに直接プリントしてるんだと思いますよ。あ、そう、うん、そう、不思議な感じだったよね。不思議な感じですよね。全部が一体感だ。そうですね、うん、ということや、彼今多分絵画を一番思考してると思うんですけど、そういうところも合わせてすごく多彩で彼の中で統合活動が起きてるんですよね、作品がすることで。そういう意味ではすごく
まあだからうまいよね、外し方っていうかな、そこをなんていうかな、だから そのいわゆるイデッセっていう最新テクノロジーの出力機を使ってるのに素材はサイアノみたいな、そうです、ね、スーパーローファイなものをわざわざやるっていう、その辺は私も考えたことなかったですね。それをブックにするっていうところで何考えてたのかっていうのを知りたいですね。なるほど、面白いよね、これこれで、こういうタイプなんで、ね、この人は、うん、まあだから、まあ、プロデュースする側から考えれば、そのいやイリデッセでジンっていうのが前提になって写真が撮り下ろしされてるっていうことから考えて、全てのアウトプットは あれポストフォトなんですよ。それはもちろん。だから、分かりやすく言うために写真集っていうふうに言ったりすることがあるかもしれないけど、出力されてる携帯はあれですよ、あれポストフォトグラフィーなんですよ。なるほどね。うん、それは。それは確信派的ですね、私は。それは。そこは。あ、そうだ。川島君の写真がどういうプロセスで作られているのかっていうのをちょっと、はい、あの話してくださいよ。これはこれで面白いんだよ。そうですね。写真っていうものを考えてみましょう。僕はなんか、まあ、鏡がこう1枚送られてきて、こうどう撮ろうかっていうのをすごく考えたんですけど、まあなんかこう鏡っていう、まあ最近なんか僕そのまあ遠隔でなんかいろいろやることが多かったんで、なんか自分の日常にこう至ってありふれてこう鏡像っていうものが存在していて、自分の顔は自分では実像では見れていないとか、なんかそういうことがすごく面白いなと思って、かつまあこういう状況あったんで家のそばで作ろうと思って。でまあ、家の近所のそういう、こう森が茂っているところに行ってですね、鏡を明治神宮ですね、明治神宮ですね、で割った鏡を持って行って、で、まず鏡をこう設置して、こう向こうがこう反対側が見えるような状態にして、で、外カメラで一回撮るんですよね。でそれと、なるべく全く同じ位置から、要は外カメラで iPhone の外カメラで撮ったものと、まあ、インカメラで同じ位置を撮ったものと、その2つを自動でこう演算で合成して作っている。だからまあ外側と内側というか、でそれがこう混ざっているようになっているようなイメージが作られている感じですね。なんか iPhone で撮ってます。iPhone で撮って、その後大きく伸ばすのに複写はしてますけど、基本的には iPhone のデータを使って。結構なんか iPhone で撮る。でそのしかもなんかこう、意外とちゃんと設置しないと、鏡の角度とかをちゃんとよく考えないと全く同じような位置にならないので、結構そこが難しくて、もうずーっとなんか汗だくになりながら、メイチングでこそこそやってる人がいるみたいな感じでしたけどね。いやでもそのアイデアっていうのは単純に見えるけども、ひょうたんからやっぱここまで、写真の本質ついてるよね。まあそうですね、すごく写真的なアイデアだなと思って。被写体とその写す眼差しの関係っていうのが、それ極限までなんていうか透明になってます。そうですね、そうですね、でそこはもう混じり合っているっていうことが結構、まあ鏡を見てなんか自分の姿を見るっていうことが、なんか僕は結構昔から興味があったというか、でなんか、まあ、なんでその鏡と iPhone を結びつけたかっていうと、なんか鏡ってもともとまあすごくこう人間の人類の歴史で言えば結構ビッグバンな、ある意味こうすごく革命的な、なんかちょっと進んだ進歩とかじゃなくて、もう言ったらレボリューションの域に入ってる出来事 でそれがまあいろいろ多分いくつかあるんですけど、 iPhone もやっぱりそれの一つのレボリューションとして、要は携帯電話っていうものを手に持って、それがインターネットにもつながって、自分も撮れ、写真も撮れて、いろんな人とコミュニケーションが取れるっていう、ある種一つのレボリューションが生まれていて、まあそこが結構接続するなっていうところが僕はあって、その単純なこうちょっとした改革とか、こう進んでいくことではなくて、もう本当革命的な何かの進歩っていうのが、その iPhone のインカメラ、外カメラっていう関係性と、まあこの鏡が出来上がるっていうことの関係性だなと思って、だから鏡をこうガシャンって割る。
つまりなんかこう現実がなんか明けっぴろげになるようなところで、その iPhone を使ってもう一回それを合体させるというか、なんかそういうようなところがあって、僕はこれを作っていますね。怖いなってさ、すごい簡単なんだけど、すぐに学生とかも思いつけないよね。うん、思いつけないよね。やっぱりこの、そのアイデアを形にするときに、この圧倒的なクオリティが担保されてるってすごく重要ですよね。そうですね。そうですね。それはあります、ね。基本的なやっぱ技術とセンスがあるから、ね。この演算の仕方っていうところがすごく重要ですよね。うんうんうん、場所、うんうん、でその仕上がりがやっぱりいいから、うん、いろんな、まあ、例えば出力してる時にも、うん、そのなんていうかな、スタッフの人なんかも、うん、やっぱ声でも例えば川島君の写真に引き付けられちゃう、うん、でそんな分かりいいことやってるとはとても思えないんだけど、うん、そのテクスチャーとか、うん、色彩とかその調子っていうのを人を引き付ける力があるから、うん、そう面白いんだよね、僕見てて。そうですね、なんか僕は多分こう生粋のオタクなんだと思うんですよね。そういう機材オタクとか、機材とか、そういう作家とか、なんかそういうののすごい、もう基本的にはな、まあ多分音楽でもそうですけど、オタク気質なんだと思うんです。だから、そうね、そうだわ。そう、そこから始まってんですよね、すべてはなんか。だからそのさっきそのストーリーメーカーって言ったけど、ある意味ではもうオタクだよね。うん、ギークで、多分そういうこうストーリーオタクでもあるし、例えばなんかこう、うん、世の中なんかいろんな場所の歴史とかそういうのもなんか普通に見るっていうよりかは、そのオタク的に見ていくことが好きなんですよね。だから最近そのいろいろ日本全国回ってるやつとかも、なんか例えば熊野に行けば熊楠のことを調べて、熊楠がその好きなところを全部回ってみたりとか、なんかもうそういうのが好きなんですよ。で、それにじゃあ熊楠撮るなら、この機材と、この機材と、この機材に行って撮ったら面白くなるよなとかっていうのを一人でニヤニヤしながら考えて、実際行ってみて、なんか大外れの時ももちろんあるんですけど、それが大当たりする時もあるっていう。だからこれもなんかまあ、いくつかアイデアを考えた中で、一番大当たりし、自分の中でしてたやつを OK にしてる感じですね。だから、いい話だ、いい作品。だからすごいオタクなんだ。基本的には熊楠やるんですか。いやいや、熊楠、たまたま熊野の方をちょっと取りに行くって言ったらそれだけだったんですけど、でも熊楠についてそうやったら調べようかなって言って、うん、そうそうそう、そうすると結構なんか面白いとこいっぱい出てきて、オーソオタクじゃない、マニアで、だからいわゆるそのさっき言ってたようなプレイフルなモデルっていうか、その今井ようなモデルだと思うんだよね、そういう人、うん、そう、それで、あ、もう一つさ、あれ話が途中になっちゃったけどさ、その深田さんの今回作ってるものの作り方をあれで説明してくれる、これもう一回。はい、どこから説明しようかな。これはね、だからそのいわゆるオタクとは違う真反対ですよね。真反対の力学でできてるんだけど、コンテンポラリーだよ。なんかつまり鏡を割るって言われた時に、私はこれはもう儀式だと思ったんですよ、まずね。だし、だからいつ割るか、どこで割るか、自分がどういう対象の時に割るかみたいなところを逃さないっていうのが多分すごく重要で、だからその私の場合なんか多分川島さんとは正反対のところがあって、うん、私の人生に飛び込んできたものを、うん、しょうがないなと思って全力でやるみたいな、取り組むみたいな、全力でっていうか取り組む、人生の一部として取り組むみたいな態度での制作の仕方なんですけど、でちょうどそれがなんかすごいなって思うのは、まあ、鏡を割るっていうのをみんなに貸したわけじゃないですか。そうですね、課題がある。でお題がそれまでの1年ぐらい、私前、ね、後藤さんに喋ったけど、ずっと自分の空き時間に映像を見ておくっていう、クレイジーだね。ずっとできれば2画面、ずっと映像を見ておく。すごい家中にさ画面がついてないから見てるんだ。ずっとやるっていう、何家にいる間というのにずっと
接続された音だってやつよね。そうなんです。接続され続けるっていうことを接続され続ける京都に越してからずっとやっていた時で、そうすると自分がどう変わるのかなっていう実験をしてたわけなんですけど、結局自分の人生がどん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 小さくなっていって、映像の中の目で起きていることがどん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 大きくなっていってるなって思ったところで、オンライン授業になっていったんですよ。そうするともうプライベートな自分の家の空間がパブリックな空間に開かれていくわけですよ。もう教室になっちゃうわけですから、そういう状態の時に、前も話しましたけど、ある日お化粧していたら鏡をこうやって押してる自分がいたんですよね。ストップってやってる自分がいて、あ、私の実験はこれで完成したと思ってたんですけど、その時に鏡を割っておいてっていうお題が出て、そうね、あれですよ、宅急便で送られてくるわけですよね、鏡が。すごいなと思ってて、それっていうのは自分の人生がもう鏡の中、映像の中に起こっていることを認識してしまってて、それが多分今生きてる人との状態と一緒だと思うんですね。ちょっと過激にしただけで、そうだね、多分そういうことが起きていて、自分が映像の中の住人になっているんだけど、そうじゃないよっていうこと、そういう現実を壊すってこと、でそこから接続が外れるってこと、解放されるっていう儀式になったわけなんですよ。そこからそれがあってこれができてるんですよね。だからそれでティプトリー・ジュニアの接続された女と関係してるのかもって考えたりとか、マリリン・モンロー使うってみようっていうこととか、思い切ってるよね。そうですね、今までもまあ使ってたけど、もちろんそうですね、接続され続けた女としてのアイコンとして一番こうね、やっぱり伝説的な神話的な人物原型を選んでくるとしたらそうだろうっていうので選んできて作ってます。今までスキャナーみたいなものを使ったりっていうのはしたことってあるの？したことないですね。ないでしょ？したことないし、ストレートな写真っていうのかわかんないけど、それを出すこともすごく、作品として出すこともすごく私は珍しいっていうか、公にはほぼないですね。だから大きな挑戦ではあったんですけど、思い切ってやってるよね、これは。でもそう、ただ、思ったのは、今まで作品を作ってた時、ギャラリーに展示するような作品を作ってた時は、存在自体を作ろうと思ってたんです。だからこの物自体をこの世に、出現されるさせるというか、ね、そうです、物を出現させる、だから存在感とかなくてはいけないし、ある種のエネルギーみたいなものをがないとダメだと思っていたんですけど、それは自分の個人的な考えとして、でも今回これをやってみて、あ、違うんだねって、出現する前のもの、ギリギリ出現する前のもので頭の中にある、頭の周りにあるもの、いや作品の周りにある衛星のようにあるようなものを出現させることができる、すごい奇跡の道具が本なんだってことが分かったんです。だからこれは出現してるけど出現してないんですよ、本っていうのは、っていうのがすごいなと思いました。本はね、いいところはページをあれ開かないと出現しないってことなんだよね。それまではあれ閉じられてるからね、隠れていますからね。そこは面白いですよ、ね、すごいものだったんだなっていうのを思いました。そうね、まあでもそのなんていうか、田原さんが今言ったのは、例えばコンピューターのデータっていうのは、そのデータってどこにあるのかっていうのを、そう難しいでしょ。それはターミナルに保存されてるのか、偏在してるのか、この辺の空間にあるのか、いや全然その考え方が間違っているのかっていうことがはっきりしないでしょ。はっきりしないですね。それ、で、そういう感じを表しているような感じです。そうですね。写真っていうのはもう、いわゆるそのなんかあれ、古物ではなくて、なんかそのなんかイメージとしてどこかに偏在しているようなもので、それを引っ張ってきて出力したり出力しなかったりする。そう、本のいわゆるページにして、いわゆる開いたりなんか閉じたりしてるような、そういうもの
ものになったの。そうだ、もともとそうなんだけど、まあ、それがはっきりしたっていうか。そうですね。だから私、何も私の頭の中だけで起きていることではなくて、それは本当に作品の周りにあるのかもしれないし、作品を見た人の頭の中にあるのかもしれないし、未来にあるのかもしれないし、そこがね、よくわかんないところ。なんかね、不思議な融合感っていうかね、これだからそのジェームズ・ディブトリーっていう、まあ、当時は男性名でペンネームで書いたら本当は女の人で、最後はまあ旦那が病気だったんで銃で撃って自分も同じ銃で自殺するっていうアクロバットなことをやった SF 作家なんだけど、でもね、でなんか、まあ、いわゆる作品なのか、いわゆるディブトリーの人生のイメージなのか、もう判然としないじゃない、そういうもの。小説なのか小説じゃないのかも判然としないで、ディブトリーは。でそういうものをまた田中さんはその浮所線にしてそれで作るっていうことになるじゃん、うんうん、そしたらなんそういうものも入ってるんだけど、例えばここが影響されたところからこれが浮所線なのって言えないでしょ。言えない。全部融合されてるって作られてるんだよね、こういうものって。そうですね。だからあの融合されない人生なのかなですよね融合派ですよね、この人。そこがね、なんかね、とんでもないものを作ってるなって感じです、うん、しないこれ、うん、面白いですけどね。結構面白いよね、うん、これはユニークだよ。ありがとうございます。よかったね。こんなものは見たことないよね。写真集でもないかもしれない、うん、よくわかんない。そうですね、あんまないかもしれない、ね、写真集でもないかもしれない、うん。またなんかこの引きと寄り抜けなんかまた変わるっていうのが面白いと思う。この自分で見たときに、これをなんか近寄って見るときと、こう今例えばこのモニター越しで見てたときのなんか感じが違うっていうのが結構面白いなって思いました。でもなんかこう、まあ本当になんていうかな、あ時間どれぐらい、あと30分ぐらいだとさ、このバージョンはですね、東京アートブックフェアプログラムで、何時までやるんだっけ、7時までやる。7時以降も、1回終わるんですけど、また、継続して1時間ぐらいはやろうかなと思ってるんで、そう、そう思って皆さんちょっと聞いといてもらうといいなと思ってるんですけどね。それでね、それで、このだから、まあ、これはあれですよ、なんていうか、東京ブロックミラーズっていうやつで、僕がまあ発案して、6人も発案してやって、推理デスで作るっていうことが前提で、アウトプットするっていうプロジェクトで、だから、ある意味では革新犯的に、まあ、してみたわけ。してみて、それ6冊揃って、それで、というのは普通だったら、なんと6個の新しい展覧会じゃん。うん、全部作り下ろしたから。うん、でそれをうわーっと作って、うわーっと出してパッケージしてるわけ、うん、だから、そのなんていうかな、そのスピードと濃密感っていうのは圧倒的で、うん、自分の中でも整理するのが大変なわけよ、うん、やっぱり。これは一体何なんだろう、一体どんなことが起こっているんだろう。それで、世の中にはまだいやアウトプットがほぼされてないわけでしょ、うん。だからまあ普通だったら展覧会やって1ヶ月の間にそれでまあ少しの人は知ってくれるかなと思って、世の中の中にこう何て言うかな、いわゆる砂漠の砂に水が染み通るより少しはそういう風に浸透してくるかなと思ってるんだけど、そのすごくデジタルってすごいスピードで作ってるから分かんないんだよね、それが全然読めないんだよね、うん、こうやって生まれたイメージっていうものがそれはどこに保存されていて、どういうふうに人に伝わって、どういうインパクトが与えられるようなものになるのかっていうのは、あんまり経験したことがないような感じがするんだよね、正直。オンデマンドじゃないですか、はい。オンデマンドってことは、ここから改変もできるわけじゃないですか。もちろんすぐできるんです、アップデート。それも考えて入れてるんですか。もちろん、もちろん。
だから例えばその変異し続ける、だ伊藤圭司君っていうその絵描きのやつがあるんですけど、今回もうなんと4ページ増えた新バージョンになってるスペシャルね、そういうことができるわけですよ、ね、それいいですね、紙も変えれるわけだし、うん、で、うん、今日ね、まあ、さっきニューゼロックスで、まあ、正式には明日なんていうかな、まあ、それはあれで流されるシンポジウムみたいなものをやったんですよ、収録したんです。で、僕はまあ、だから普通だったらこれ高性能の収録機が出ました。色が綺麗ですよね。特殊色が使えば素晴らしいです。さあみんな使いましょうって話だ、うん。で、僕はね、出版、まあオフセットとかいろんな形式やってきたわけじゃないですか、活版とかさ。そうすると、初めからたくさん印刷しない印刷物っていうのはどう考えていいかわかんない、本当は。そうじゃん、普通だったらこれは魔法なんだけど、初版3000を作るっていうことは3000人には届くだろうっていう幻想があるの、最初から、うん、実際は1500しか売れなくても4000人には届けるっていうイメージがあるんだよね、印刷物に対して。今回ないんですよ30部でもいいし、100部かもしれないし、ものすごくたくさんすることになるかもしれない、と1万人が持つことになる。そう、っていうのもあるし、結局ほら、データだから、いわゆる、なんていうかな、絶版っていうのはないわけじゃん。私、そこがいいなと思った。絶版もないと言っとくけど、バージョンも変えられるよ。それね、なんかね、すごい。じゃあ、ということは、下手にすると例えば、まあ、なんかプロボーグっていう運動は、あの時はプロボーグの雑誌っていうのは300部とか500部とか言われていて、それがパラドクシカルに発展して手中になってる運動になったりしてるわけじゃない、あれって。そしたらさ、下手したら例えば30部しか作らなかったと、出力欲しい人がね、当時はいなくて、それでも神話にできるかもしれないよ。なるほどね、うん。ということはさ、つまり、なんというか、さっきのやっぱデータと一緒で、なんかどっかにあれば大丈夫っていう、いわゆる価値形態になってるから、そんなものは今までないんだよね、出版界は。それ。それとかね、今日は俺持ってこなかったけど、例えば川島君のテストで出力したやつがあって、表紙が白いやつがあったよ。それみたいに欲しいよな、もちろん。ということはさ、上に、絵描いたりいろんなことすればさ、うん、オンリーワンのものってすぐ作れるってことじゃない、ね、うん、そうだよ、うん、でほら昔さ、うん、そのアーキさんが、うん、あれじゃん、ゼロクス写真帳っていうのあるじゃん、一番最初に作ったやつ、いわゆるあれで電通時代に、うん、あれがないから、うん、電通のコピー機でさ全部作って、うん、落ち着いて止めていろんな評論家にバーッと送ったやつがあるんだよ、うん、でそれなんてバービカンで、うん、あれで回顧展があった時に、うん、それが出てたバーッと、うん、そしたらそういうものを作ってるやつの方が優位性があるんだよね、うん、どっかの偉い出版社で作ってるやつよりも、うん、表現者としてのレベルが高いっていうんですか、うんうん、それ痛感じゃん、俺、その時見た時、うん、特 に今ね、評価されてる日本人の人って結構そういう人やっぱ多いですよね、なんかね、森山さんもそうだし、荒木さんもそうだし、まあ、もしかしたら横田くんもそうかもしれないですよね、あのスピード感で横田くんなんて100種類ぐらいあるから、もう、うん、かなと思いますし、まあ、でもなんか写真集ってすごいなと思うのは、写真集のエディションの歴史なんてできたの、そこそこそんな大して昔じゃないじゃないですか、全然。そう考えると、そのあっという間にもエディションっていう価値観は、やっぱ写真集にはそんなに合わないかもっていう、なんか、で、新しいテクノロジーができてきて、むしろどんどんそうやってたくさん刷れるようになって、なんか、どんどん価値が変わっていくっていうのが、なんか面白いなと思ってるんですけどね。うん、まあ、だから、うん、あれです、アレックソスのね、うん、あれ、スリーピングバイク、ミシンピアじゃん、うん、あれなんかはバージョンってものすごいあるんだよね、いろんな出版社でもう発売されてるから、あんな若いのに同じ写真集で4バージョンぐらいあるわけ、アメリカンズみたいな感じ、すごいよねフランクみたいになってきてるわけですね、それね。いやだからいわゆる一つのいわゆるその、ね、写真集もその決定校にならないっていうかさ、うんうんうん、そう面白いな、それ面白いですよね、面白いなと思ってるんだよね、うんうん。
そうね、だからまあ、だまあ、僕が言いたいのは、こういうようなアウトプットそのものが、ある意味ではやっぱホストボトっていうものの、なんていうかな、やっぱあれ、現実そのものを考えるってことですか？まあでもそういう、例えばほら、サコテッペイ君とかさ、あのジーンいっぱい作ってるじゃん、あの人。まあでも、気づいてるのか気づいてないのかよくわかんないけど、ソワイデガイトンのようにはまだ気づいてないんだよね、彼は。と思うんだよ。でも、気づく人が、まあ、作家はほら、自分の撮った、いわゆる写真集を、写真のいわゆるカテゴリー別にまとめて出すという形になってるじゃん。じゃなくて、一冊ずつがプロジェクトみたいになってて、わかんないけど、例えば川島君だったら、全体のストーリーを作るために、どっかで本っていうものが必要になってて、それは失う、例えば死んだ女の人の日記を偽造して作ったとするじゃない、うん、それをなんかフェイクで作る必要があるとするじゃない、うん、そうやって作るよね、この人。そうですよね。うん、ちょっと作り方が違うんじゃん、うん、それで分かんないけど、例えば30年後に、まあ、例えば10年後に川島隆史回顧展があったときに、展示物でそういうものがあるわけよ。それがフェイクで印刷物で出てて、それは写真集ではないっていう。まあ、作品だよ、うん、で、まあ、っていうか、そういうことが可能になったっていうことだよね。うん、まあだから、なんだろうな、写真集をなんてメタ化するっていうかな、うん、っていうことだろうな、ね、あそれはな、うん、確かに。だから全然違う、例えばさ、ティプトリーのアーカイブに田田さんが行って、そこのデータを加工して、違う字に作ったとしてやん、これ、うん、そしたら、なんてこの人の見え方っていう意味合いって変わるでしょ。そうですね。面白そうですね。そういうことだよね、あんたには。うん、で、まあ、それは自分は撮影してない。スキャンだけあって。いや、私全然そこ抵抗ないですよ、自分が撮ったらね。もう最近。それは分かりますよ、分かるんですけど、それは。あと20分ですから。10分。でもこれも確かにその写真集をメタ化するっていうのは確かにその通りだなと思いますよね。なんかこのデジタル印刷が持ってる可能性って、なんか例えばジンでそのなんだアバンギャルドなことをするっていうか、その素材から考えるみたいな、もちろん昔からあったことじゃないですか。でも意外と写真でジンを作ろうとした時って意外とそんなにそのいろんな素材にこだわって、なんか要は上にペインティングをするとか破るとかそういうのがあったけど、例えば紙を選ぶ、もっともっとこう印刷の高精度な、もっと幅があって選べるとか、あとはなんかインクをどういうのを使うかを選べるとか。でも昔はやっぱ写真を出力したジンを作ろうと思うと、やっぱりトナーはある程度決められていて、で、まあ、紙もある程度決め、もちろん選べるけどやっぱり限界があって、その限界がどん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 こうもっと広がったおかげで、よりなんかそのもちろん写真集というものに対する一つのメタ化された挑戦にもなるし、一方でもともとあった人っていうものの中の、その特に写真における人っていうものに対してのなんか新しいネクストレベルなものを作ろうと思えば作れるし、だからなんか僕が今回なんかその見たのとか、あとこう羽根塾のやつとかを見ても、なんかそのもちろん僕結構人作ってたんですよ、昔。そう、すぐやってたんですよ。なんかラッパーとか撮って。同じ時代があるんですよ。そうそう、なんですけど、なんかその頃そう、すごいね、こう、世界のとかに行って、一生懸命こうちまちま考えていたことを、より高度な次元で実装できるっていうのは、そのもっと複雑に考えることができるっていうのは、なんか僕はこれはすごく可能性があるなと思って、なんか見てますね。それがさっき言ったそのなんかこう素材から少し考えるっていうのは、もちろん昔からあったんだけど、それがもっとなんだろう、いろんなことを考え、いろんな選択肢を考えるっていうか、なんか手数がいろいろ増やせたっていうのが結構面
しようとかですよね。なんかもっと自分が細胞化できるっていう機械と一体化していけるってことですよね、きっと。選べるものが分かって、それをどこの回路を使えばいいかっていうのが、自分の身体に そうですね、そうですね。だからさ、でそうなった時にすごいさ、なんていうかな、アマチュアっていうか素人考えみたいなのと、それと確信犯的なようなものっていうのは、区別がだんだんつかなくなるような領域に入るんじゃないかっていう感じがするね。つまりこう、例えばさ、昔の写真だったらもう写真のテクニックっていうのがあってさ、それで正しい使い方、正しい撮り方っていうのはあるわけよ、本当に。綺麗に写すためだったらこうだっていうことがあるわけじゃん。だから今もみんなほら、携帯でさ、やればいいっていうような話だしさ、もう本当に。だから、そうなった時にさ、こう、なんていうかな、つまり、なんかアマチュア考えで、素人考えでやっちゃいけないことはないと思って、バンバンやるやつの方が、その変に先入観やテクニックがある人間よりもさ、面白いことができちゃうってことはもう、はっきりあるじゃん。だから反対に言うと、すごいいわゆる高度なアマチュアがやるようなことを確信犯がやるっていうふうな話にもなるわけよね。それはそういうふうになるのかなみたいな感じはするけどね。だからあれ、マニアって話だったけどさ、まあ例えば今日これないけど、ハンス・ペーター・フェルトマンみたいな人いるじゃん、はいはい、ただマニアで写真とかさ、いろんなものをコレクションして集めてさ、ブックにしてるような人っていうのがいるじゃん、あれはおじいちゃんにも、まあ、ケッセルスとかもそうですね。ケッセルスもそうじゃん、でもじゃあ例えばさ、若いまあなんか美大でも専門学校でも写真やってるやつがさ、もうただ写真の前にもう写真切り抜きフェチでさ、とか例えば、例えばいわゆる Google ストリートビューのさ、あるシーンだけをさ、キャプチャーすることにマニアになってるやつとかさ、そういうやつの方がポストフォトとは言えるね。あ、まあそうだと思いますね、明らかにね、で、そういう人たちを例えば美大で育成するって言うとさ、矛盾だけど、すごい教え方が難しいよね。あ、まあそうですね、そうですね。そんなことないからね。俺なんかね、だからね、そういうふうに人を持っていくにはどういうふうにすればいいかってことはね、ものすごい考えちゃうんですよ。だからあれ、羽地君みたいに、天然でこういうふうにパッとできちゃうやつっていうのはさ、俺もいいなと思うんだけど、あれね、バンチがバンチさ、こういうふうにオーダーワンみたいにさ、パパッとアップデートできないよ。これはできないよ、こんなふうにアップデートは。作れないんだよ、これはよくできたと思う、彼これ、まあ、できないですよ。だから彼は回路がある。まあだから普通のなんかロジックじゃないんだよ、シンクロニックっていうか、回路がある、ね、あるんだと思う。だから発展できるってことですよね、きっと。すぐまあ、成功花火では終わらない感じはするけどね、終わらないと思う、この人は。その美大の教える場合にはやっぱり回路もその人独自のどんなにユニークでもいいから回路を作る、そう、ね、手伝いをするしかないのかなと思いますけどね。できたら最高ですけど、なかなか難しいですね、4年間とか、ね、どうですかね。そうですね、まあ、難しいですよね、そこは。まあなんかその要するに、こうそういう面白いアイデアを持っていて、ちょっとなんか人とは違うことができる子に、まあ、僕みたいにどっちかというと平均化されてる人間がアドバイスするとなんかね、そう、なんかね、やっぱ普通になっちゃう時もやっぱあるんですよ。そう、何でもないものになってしまう時があって、あとはその逆もしかりで、例えばコマーシャルに対応できる、日本のコマーシャルのコミュニティの中に対応できる人間を育成しようと思うと、ある意味いくらかこう平均化した教え方が多分あると思うんですよね。標準
化された教え方っていうか、うん、でまあなんかそのなんだろうな、例えばあの、まあ、ハルジ君じゃないですけど、この時に準グランプリを取ったあの伊藤君は、まあ、僕のもともとゼミ生なんですけど、で僕はね実は3年生の頃彼の作品は1ミリも分からなかったんですよ。キューアノンはちゃめちゃすぎて、そうはちゃめちゃすぎて、キューアノン全く意味が分からなくて、でだけどなんか確かにエネルギーはあるんですよ。でだけどそのエネルギーはどこから来てて、何が良いところになってこの作品が出来上がっているのかが全く1ミリも理解できなくて、俺はもうはっきり本人に言って、俺は君のことが1ミリも理解できないから俺のゼミとか来ない方がいいよっていうふうなことを言ったんですよ。彼はなんか意外とそう俺のところに来て、で最初前期の時に俺は結構いろいろアドバイスしたから、分かんないから分かるんですやって、分かるから説明してっていうのをいろいろやってたら、だんだんあいつの作品ちっちゃくなってって、あれと思って、これやっぱ違うなと思って、ちょっと反省した。まあそこで俺はまああいつ早くやってるんですけど、はいちょっと腕っつって、ちょっととりあえず好きにやってみっつって、なんかすげえちっちゃくなっちゃったから、ちょっと好きにやってみって言ったら、なんかだん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 こうやっぱ自分のペースを取り戻していって、だからなんかそのさっき言った本当矛盾が発生することは、あえては俺なんか面白いと思ってるんで、すごい匂いがあると思う、うん、それはでもそれはなんかね、キューアノンみたいな、ああいういわゆる陰謀論じゃんか、考えてるなんか頭っていうのは、でもコンテンポが似たなと思って、うん、あキューアノンみたいなのが生まれが、ああいう危険な想像力っていうものと共通性があって、うん、作られてる作品、うん、そうだから、ね、今っぽい、そうだからやっぱなんかそういうこう理解できないものこそどう理解したらいいかとか、どういうふうに、もうそれはもうなんか個別になってくるんですよね。なんか全員一気に教えるっていうよりかは、もう本当に個別にこう対応していくしかないっていうか、その教えるっていう意味ではやっぱすごく難しい、すごくこうダブルスタンダードにならざるを得ないところは確かにあるんですけどね。でもなんかそれを全部同じ高校を向かせる学校ももちろんあるんで、あなたみたいな作品は全くダメです、これは全くこの日本の社会は通用しませんっていう学校もやっぱもちろんたくさんあるんで、とかそれは日本だけじゃなくて家元的な世界的に見てもそういう学校はやっぱりあるんで、そうアカデミックな、そうだからそういう意味ではそうではないっていうのが、まあ、少なくとも今のうちの学校にはすごくあるなとは思いますけど、そうね、まあ全然違う話しようかな、最後あと10分だからさ、とりあえずまあ、全然な締める気がないから、はいはい、まだ1時間続きそうな感じで全然続くからさ続くって感じだし、そのさあなんかコロナあったじゃん、うん、それで、トランプあったじゃん、うん、そういうのってなんかどんな、なんか肌感でいるの？僕はね意外とね、あの2つ今年あるっていうのは、311の時よりもインパクト的にあるのね、うん、結構だ、やっぱりほら、やっぱり10年代の考え方とかさ、触覚っていうのはやっぱカタストロフとともにあったと思うんだよ、うん、結構いろんな形のさ、うん、そういうのがあったと思うんだけどさ、だからそのなんかポストボードっていう、だからほら写真って時代ともうめっちゃ関係してるんで、で、あのコロナの時代にさ、こうアパチャーとかさ、なんかブリティッシュジャーナルフォトグラフィーのさプロジェクトでいろんな写真上がってくるなと、それ見てさ、みんなの写真ってどういうふうになるのかなとか、今いろんなこと思ってね、いつも思ってないさ、でまあ我々って言い方はおかしいけど、まあ、東京ブロックミラーズっていうのはいわゆる、まあ、ちょうどコロナの一つの回、それに対する一つのまあ回答としては貴重なドキュメントだと思うんだよ、本当は。他にこの時期にこんなに集中して作ったプロジェクトないと思う、写真に関して。だから、しばらくしたら重要性っていうことが相当評価されるだろうなとは思うんだよね、そういうことに関して。そういうのをこう最近思うことあります？つまりこう、まあ、例えばアメリカの写真っていうのが、あんなことになってアメリカの写真ってどう変わるのかなとかってなんとなくいつも想像してるの、うんうんうん、それだからまあ日本はさ、ある意味ではもうなんていうかな、こうなんていうか
もうなんと、まあ、なんと岩陰の世界みたいな感じになってくるんだよ、ね、すごいこう周りが暴風吹いてるのにさ、ちょっと岩陰になってるところにいるんだよね、僕たち。確かに。うん。本当ですね。だからそういう時にさ、写真っていうめちゃめちゃ生々しいものを扱うっていうことはさ、普通は嵐の中にいるよね。それどういうふうに思います？もう、まあ、あと10難しいですね。これ、うん、難しいけど一番面白いところだと思うよ、うん、本当は、うん、俺もすごいね、だから、まあ僕は編集でプロデューサーのさ、うん、こう人が思いつきそうなこととか起こりそうなことを先回りして考える癖があるからさ、どうしても、うん、だちょっと匂いがあるとその匂いが引き起こすことって何だろうと思うんだよね、うん、それ、うん、なんだろうな、難しいですけどね、なんか、まあ、僕はなんかその、まあ、それ前小田とインスタで喋った時も話しましたけど、うん、まあトランプに関して言うと、まだそんななんか自分の中でリアリティがないかなという感じはあって、まあ、でもコロナっていうもの自体で自分たちが変わったこととかそういうところから、今俺がやっぱすごく興味があるとか、自分なりに少し変わったなと思うのは、なんだろう。例えばコロナって直接的なカタストロフィーには、まあ、もちろん被害を受けた方は直接的なカタストロフィーだけど、一般的に特に何も感染していない人たちとか日常生活まだ遅れている人たちはその直接的目には見えないカタストロフィーとかそれがずっと起こっている状態で、だからなんか僕はなんか今までその目には見えるカタストロフィーっていうのを基本的には扱ってきて、そこの中になんか不在なものを探していくっていう、でだから逆にそのモチーフを探すのは意外と大変 でそうするとなんか僕はなんかその発想を変えてなんかその遠くのことを想像するとか、なんか遠くのことにあることを想像するとか、なんかまあ移動するとか、なんかそういうのにすごく僕は今興味があって、で、まあそれってすごいポエティックなんだし、エモーショナルなんだけど、なんか最近ちょっと開き直ってて、なんかもうそういうのを受け入れていこうっていう、そういう自身を受け入れていこうっていう風になってるし、その遠くのものに、要は自分ではまだ見えないものとか、なんかそういうものに想像を巡らすっていうのはなんか意外と今まで自分がやってきたこともその不在を探すっていう不在を追憶するっていうと結構リンクするところがやっぱあって、なんかその不在を追憶するっていうキーワードもなんか自分ではあんまり使いすぎないようにしてたんだけど、でもなんかそれが意外とそうだけど今なんかそれがこう自分の中では結構しっくり、うん、来てるかもなっていうのはそうか、だからある意味こう今までいろんなことをやってていて、それがなんか今逆にカタストロフィーが起こってくる、何もどうそれを攻めていいか分からなかったところがだんだんそれがこう開けてきた感じですよね、なんかっていう印象はある感じですけどね。でまあなんかそれに対して世界中どういうアーティストがこう動きが起こったり、例えばトランプのことで例えばアメリカの写真表現がどういうふうに変わっていくかっていうのは、だからさ、うん、それをなんか考えなくてもいいっていうような答えでもあるわけ、うんうんうん、だからいわゆるメイジングの森で、ね、うん、それで あれ鏡を割ってそれで、うんうん、いわゆるアウトサイドカメラとインサイドカメラの映像を一つにするっていうようなことっていうのは、うん、関係ないってことじゃない、まあそうですね、うんうん、でそれも一つの、うん、なんていうかそれはアプローチだと思う、うん、これは全然、うんうん、だからそういう、まあだから、まあ、まあ、そう、2人の作品を比較するわけじゃないけど、田中さんは割にいわゆる資本主義的な、うん、そういうその電気の中に自分が入っていくっていうことを選んでるじゃない、うん、まあ今回は特に選んだよね。そうですね。今まではそうでもないんだけどさ、うん、関係ないけども見えない、線でつながってるっていうふうな感じだったわけじゃない。うんうんうん、まあそれが神経なのか植物なのかメタファーみたいなものがあってさ、うんうん、
だったと思うんだけど、それどうなんだろうなとか思うんだよね。そうですね。だから私も、まあ、トランプの影響がどう出てるのかまだ分かんないですけど、まあね、このコロナになってやっぱ学生の作品もやっぱ変わりますよね。もう 植物扱うことだったりとか、あとはやっぱりこうポートレート、しかもセルフポートレート、ヌードのセルフポートレートを作る人が増えたりとか、増えてるね、学生でね、うん、あとはジェンダーについてすごく、問う学生が増えたりとかして、グレーっていう色の中にものすごくたくさんの色があるっていうことに、みんなこう内省的になったのに気づく。内省的っていうのはあるね。っていうのがあって、それは自分の足元しか信用できないっていう状態の表れかもしれないし、閉じ込められてるっていうのはあるかもしれないけど、だからもう 何を信用していいかわからないし、これからどうなっていくかも全然予測はつかないじゃないですか。どういうものがいいっていうのだんだんわからなくなっていくのかもしれないし、ただ機械と生きていくっていうのは機械と生きていくもう変わらないですよね、きっとね、このまま多分。だからその辺は私はすごく意識的に考えてみたいなと思いますけどね。機械に使われるとか、なんかね、面白いね、宮戸先生もインフラグラムですごい画像を見ること自体が労働だっていう、実は知らないのに私たちは、労働させられている余暇時間に iPhone とかっておっしゃってますけど、そういうふうにこう使われるのではなく、使う自分が、そうですね、機械と何ができるかということを考えたりとか、自分の頭の中や自分の体に起こっていることは、ちょっと、まあ、コントロールできないかもしれないけど意識的にいるっていうことはすごく、写真を扱うものとしては自覚してなくては解釈もできないし、メダカもできないだろうなとは思います。そうね、あと5分なのでもう締めちゃいますけどね、1回目。それで、まあ、僕はほら、例えばその東京アトロックフェアみたいな動きっていうのは、まあ、大体2010年ぐらいから生まれてきたものなんですよね、こういう世界中で。で、まあ、それの背景にあるのはいわゆる、まあ、今までだったら本当にこうファインアートとかさ、そういうもので出来上がってたジャンルっていうのは、まあ、ちょっと緩んでさ、開かれた形になった。でその背景には出力機があったりとかいろいろしたわけじゃん。それでデジタルっていうものがあったりとかさ、いろんな形になった。だから iPhone みたいなものが、まあ、大きいと思う、すごい。Instagram みたいなものも大きいと思う。どんどん変わっていって、それでまあアマチュアとプロの違いっていうものも非常に完全としなくなっていくし、からっていうことがあったと思う。それで、でまあ簡単に言うと、今までのものっていうのは全てなんか再定義しなければいけないんだけど、再定義しているよりも早くいろんなものが動いていくっていうような状態になってみたいなことじゃない、簡単に言えば。それで、で僕はまあそのアートブックフェアみたいなものが世界的に始まって、一番最初から、まあ、加わって、並走してる方なんだよね。それでしててね、でもで初めのうちはさ、写真集っていうものがいろいろ売られたりしていて、それで交換されるっていうことの面白さっていうのがあったんだけど、3年ぐらい前からかな、もうなんか飽和感がすごいしちゃって、本当のとこは。それで立派な写真集を持ってってリミテッドエディションで売ったりすることっていうのはさ、なんか肌に合わないんだよね。それは大きかったと思う。でまあ、例えばその今回たまたまイギリスっていうのを知り合って、 POD の進化してるからね、この POD って言ったって、だからこういう形式でパッケージができるっていうのはさ、 すごい良かった感じがしてるよね、本当に。そうですね、うん、でというのはどういうことかというと、つまりっていうのもあるし、いわゆるこれにふさわしい表現っていうのが必要なんだよ。そうですね、絶対、うん、つまりこうポストアートブックフェアって言ってもいいと思うね、本当は。ポストアートブックフェアにおけるポストフォトっていう、フォトグラフィー、ポストアートっていうふうに考えていった方がスリリングなんだよね。そうだ。
だから例えば森山大道って偉大な写真家だしさ、うん、写真集もたくさんあるけどさ、だけどやっぱりさ、本質的にあの写真がああいうさ重厚さで表現されなければいけないかっていうことはどうかなと思うんだよね、本当は。例えば羽地君が例えば50年経ってさ、それで70近くなった時に立派な写真集作ってたら、それはなんとなく合わないよね、本当は。まあわかんないけど、その時代にまたアナログ版みたいなものをヴィンテージ感で復活するっていうこともあるかもしれないけどさ、だから僕はやっぱりポストフォトって言った時にやっぱポストフォトブックだし、からいわゆるポスト、あれアートブックフェアっていうのがあるわけだから、今回オンラインでやってるけどうまくいくかどうかわかんないけどさ、すごいいいと思うんだよ、うん、そう、オンラインでアートブックフェアやって、でもそれにふさわしいやっぱコンテンツが生まれてきて、それにふさわしいアーティストが輩出されるべきだよね、うん、まあ、そういうふうに思ってるかな、やっぱり、うん、ということであと1分なんで、今日はお二人にいただきまして、ポストフォトの、まあ、写真集、まあ、写真と写真集を、そう巡るお話をいろいろ討議してみました、これからもよろしく。で、これちょっと終了したらですね、違う、URL になるんですけども、まあスーパー雑談になると思いますけども1時間ぐらいですね、トークの、いわゆるアフタートークですね番外編と番外編今からやりますので、よろしくお願いいたします